プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい、少し前からですね、映画出会いは奇跡にご出演いただきました、ゲストの皆さんをお呼びしてるんですけれども、今日はどんな素敵なゲストがいらっしゃっていますか？はい、今日はですね、まあ、本当出会いは奇跡の、まあ、役者さんといいますかスタッフの方もそうですけど、ほとんどが女性なんですけど、今日はあの対談の中では、あ、そうですね、もう初めての男性となりますね、うん、はい、うまきさんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。現在フリーで俳優活動、個人投資家、ゲーム実況などをやっております、うまきたけうみです。はい、ありがとうございます。まあね、23分近く、まあ、対談ありますので、今日よろしくお願いします。お願いします。はい、まずうまきさん、はい、私もちょっと初めて伺った名、まあ、名字だったんですけど、出会いは奇跡のオーディションに来ていただいて本当ありがとうございました。うまきさんのおかげで、ね、なんと主人公まあ、主人公2人いるんですけど、根本はこう本の根本真子の役と、あと私のメイン役で、私の役をしていただいたのがうまきさんになります、はい、ではちょっと私も先ほど珍しい名字ですねってお話ししたんですけど、うまきさんの方でまずその、ま、自己紹介といいますか、まあ、出身地だったり今まで の生い立ちをさらっと言える部分だけでいいの であとはその出会いは奇跡のオーディションに受かった時の気持ちと、実際の撮影現場の雰囲気とか、サクッとちょっとお話ししていただけますか。お願いします。はい、どうも、はい、改めまして自己紹介させていただきます。現在フリーで俳優活動、個人投資家、ゲーム実況などをやっております、うまきたけうみと申します。まあ、出身は京都なんですけど、まあ、このうまきというまあ、まず会ったことないであろう名字なんですけども、うん、父親が出身愛媛県なんですけども、うん、四国の方には実は結構うまき、動物の馬に木と書く名字なんですけども、うん、四国の方には結構いらっしゃるらしいんですよ。僕中学生ぐらいだったかな、昔崖の上に犬が取り残されて、多分これネットとかで検索すれば出てくると思うんですけど、崖っぷち犬って一時話題になった、なんか崖から降りれなくなった犬をなんかこうレスキューが助けるみたいなので、結構3日間ぐらい結構ニュースになってたんですけど、その崖っぷち犬は今みたいなのを特集でやってた時に、その犬を引き取られた方がうまきさんっていう名字の方で、まあ多分縁もゆかりもない方だったとは思うんですけども、あ、いるんだうまきさんって名字の人って思いながら、その時ぐらいですね、僕同じ名字の人と会ったのは厳密には会ってないんですけど、なんで四国の方に行けばちらほらいらっしゃるらしい名字のうまきでございます。あ、よろしくお願いします。お願いします。名字だけでここまで語れる人間もなかなかいないですけれども、そうですよね、聞かないですよね、うまき、聞かなかったですね、初めて聞きました。僕の生い立ちとしましては、まあ、地元京都で、まあ、育って、まあ、20代の頃に東京の方に出てきて、もともと声優になりたくて、まあ、アニメとか好きだったんですけれども、まあ、それで、まあ、東京出てきて養成所に、まあ、働きながら養成所に通って、まあ、やりながらこう、まあ、ちょっと、まあ、夢破れると申しますか、ちょっと、ちょっと、まあ、心が折れたっつったら、まだ今思えばそんな大げさなもんじゃないですけども、そのまま辞めていっとき、普通に
まあ、会社員を、まあ、続けながら漠然と、まあ、当時僕はあのドラッグストアにあの一応登録販売者っていう資格を持ってまして、うん、ドラッグストアで働きながら悶々と生活してたんですけども、まあその流れで、まあこう、はい、なんかこのまま人生続いてく、なんだろう、会社員やりながら終わってくのかなっていうのを漠然と考えたときに、なんかこう、ちょっと怖くなったっていうか、うん、なんかこう、やっぱこう、上司の人とか、まあこう言い方も失礼ですけども、なんかこう上司の人とかを見ながら、こう、あ、こういう風な形を目指していくのかってなった時に、あ、これでいいのかなっていうか、なんか先が見えちゃうっていうか、うん、こういう風になるんだっていうのが、うんうんうん、なんかこう、面白くなくなっちゃったっていうか、なんか確かにこう、夢を追ってたと、声優の養成所を夢を追ってた時って、うん、やっぱこう、先がわかんないけど、やっぱこう、でもそれが夢ってもんだから、結構楽しかったりしたんですけども、うん、やっぱ何もない中でこう、会社員をこう、やってく中で、うんうん、なんかこう、なんだろうな、ただ漠然とこなす毎日になってってるっていうのが、なんかすごい怖いし、なんか人としても、なんか成長してないなっていうのが、すごい怖くなってた時期だったんですよね、その時期って。結構僕、やっぱりあの、それぐらいの時期から結構趣味で、まあ、株とか投資とかも始めてて、いろいろ社会のことを広く興味を、持つようになってた時期で、でもやっぱなかなかそういう話ができる人が周りにもいなかったりとかして、うん、結構ね、なんか一人でなんかこう、なんか自分が浮いてんのかな、なんかこういう考え方してる人がいないなっていうので悶々としだしてた時期だったんですけども、まああの、なんかごめんなさいね、うまく話まとめられない。いやいや、うん。まあそんな生活してる中で、まあふと、ちょっと、知り合いを通じて、ちょっとこう、なんか、映画の制作で、ちょっとエキストラ探してるから、うんうん、なんか休みの日に出ないっていうのを言われて、まあちょっと、まあ現場に、その時はもう本当ボランティアで、まあボランティアエキストラっていう形で参加した時に、あ、やっぱこういう、なんかさ、やっぱもともとやっぱ声優ってまあ役者ですし、こういう演じる仕事ってやっぱ、なんかこうエキストラでもやっぱこういう現場に携わるの楽しいなって思って、やっぱり、こっちの道に進みたいなって思って、そこから結局、まあちょっと、まあ会社の方、まあちょっといろいろ会社の方のごたごたもありまして、まあいいきっかけだなと思って、そのまま、まあ結果的に辞めて、まあフリーで役者をやりながら、うん、まあちょっとまあ自分の人生、やっぱちゃんと自分で責任持って、こう、まあ自分、なんていうのかな、なんかこう自分の後悔しないような生き方をしていこうと思って、うん、現在今に至ってるんですけれども。ああ、なるほどですね。はい。今回どうでした、私たちのその作品もですけど、そのまあ出会いは奇跡ということで、もう本当ね、あの出会うことが奇跡以外の何者でもないというふうに私は考えているんですけど。そうですね。いや、でも本当に、いや、あの、まあ、まずでも、こう、オーディション、まあ、受けて、あの、まあ、レンさんの役をお願いしますって言われたときに、まあ、初めて、あの、顔合わせしたときに、あの、
まあ、あの眞子さんの役のりなちゃんと会った時に、あれ、まあまあどっかで会ったことあるんだよなこの子って思いながら、したら後々以前ワークショップでご一緒したことのある、うん、あの時のみたいな感じになって、ああこうなんかもうタイトルが出会いは奇跡で、この再会はそれはなんかもう縁、なんか縁があるとしか思えんだろうっていうふうに勝手にやっぱ強く思いましたけど、うん、こういうことってあるもんなんだなって思った、そういう意味ではなんかこう、不思議な感覚、なんかうまく言葉には説明できないような感覚にはなりましたけども。なるほど。人が発する言葉はいろんな言葉を皆さんが発するんですけど、多分私の場合はですね、もう言葉発する内容っていうのはもう言葉は芸術みたいな感覚でいるんですよね。言霊とかは皆さんよく言われるんですけど、ありがとうって言葉言えばいい、ま、いいですよとか言うんですけど、まあなんか私の場合は芸術品じゃないかなと思ってるんですよね。まあ、出会いは奇跡っていう、なんか多分恩賞と言いますか、なんか感性をなんか感じるんですよね。実際私は初めてだったんですけど、この監督というかその映像を撮るっていうのは、いろんな現場まあ行ってらっしゃると思うんですけど、どうでした？いやでもだからこう僕はやっぱその今回まあ自主制作っていう形ですけど、初めてこうまあ言ったらもうメインキャストっていう形で参加させてもらって、やっぱりこうもう作品もまあやっぱりこうただ役を与えられた役を演じるっていうことだけじゃなくて、こういろいろまあ台本の段ことだったり、まあまあ演出的なことだったり、まあ本当に幅広く関わらせてもらいましたし、逆にそういうまあ面をまあこうやっぱりこう自分も関わっていくことによって、やっぱ普段こう現場でなんかこうまあ自分役者もまあ作品の一部だと思ってるんですけど、そういう他の役者さん以外の方が、あ、こういうこと考えながらやってるんだっていうのを、僕自身が学ぶ機会としてなんかこう得られたっていうのがあって、まあ蓮さんもまあこう監督っていうのを初めてやられた中で、はい、結構こうなんかこう僕らに対していろいろこう学ぶことを、もしかしなんか僕らを見てなんかこう得たものっていうのがあったかもしれないんですけど、僕らもやっぱレンさんを通じて学ぶこと、レンさんや眞子さんを通じて学ぶことっていうのがいっぱいありましたし、こういうことをこの先にまた生かせれたらなっていう意味では、っていうか生かせれると思うんで、そういう意味では本当に出会いは奇跡という作品に携わらせていただいて、本当に自分が成長できたなって思って、いや嬉しい、嬉しいですね。根本真子さんどうですか、嬉しいですね、今ね。嬉しいですよ、最高のなんか ね本当プロポーズを超えるような言葉に本当もう嬉しいです。で、出会いは奇跡、一応ね、映画撮影終わって、まあ今編集中で、一旦皆さんとはまた会いましょうという形なんですけど、私たちの場合の、まあ考えなんですけど、今が実はスタートなんですよね。これから何をしようかなと考えてます。なるほど。まあそういう意味で、まあとある、ね、LINE 上の、つながりを1個作って来ていただいている方がいらっしゃるんですけどいろいろ考えています。根本真子さんは、うまきさんどうでしたか、5日間、ね、一生懸命来ていただいて、はい、はい、ね、なんか
本当いろいろとね、その連さん役をもちろんね、こう情熱込めて演じてくださって、でね、まあ、その前の段階からね、段階からもうイメージ作りだったりだとか、あと本当もう私たちも初めてのことだったので、なんかこうね、セリフに関してもなんかね、もうどんどんアドリブも OK っていうことでね、ご相談してたので、いろいろ考えてくださって、こういう風なのどうですか、こういう風なのどうですかっていろいろね、なんか提案もしてくださったので、もう本当にね、なんかね、楽しく撮影もできたし、なんかね、もうやっぱりなんかもう熱心さがすごく伝わって、もうすごくありがたい気持ちでいっぱいです。僕もなんか思ってることがあって、出会いはっていう言葉はどうなのか分かんないんですけど、これで集まっていただいた方、ほぼ 100% の方が、腰が低くて、姿勢がいいんですよね。これ珍しいです。まあ、組織っていうのは100名いた時は100名の中でいろんな色の方がいらっしゃるんですけど、なんとなくこの出会いや奇跡のほとんど90何パーセントの方は100人近いんですけど、なんか素直で腰が低いっていう方がちょっと僕はねびっくりしましたね。うまきさんから何か今後のそのやりたいこととか、なんか私たちに言っておきたいことをこのラジオ対談の中で言い残してね、おきたいことと何かあります？そうですね、なんだろうな、でも、やっぱこう、まあ、レンスさんとマコさんお二人と、まあ、何度かこう打ち合わせなんかでもご一緒させていただいてもらった時とかに、結構こうやっぱ僕、まあ、レンさんの役を、まあ、やらせていただく中で、レンさん結構ね、こう密かにこうチェックしながら研究、まあ人間観察してたんですけど、なんだろうな、そのどうしてもやっぱ僕とレンさんってやっぱ身長的にも全く違う部分があるから、見た目をどうこうするのはなかなか難しいなと思って、レンさんの内面の部分からとりあえず探って作っていこうって思って、結構やらせてもらってたんですけど、ただこうなんだろうな、なんかこうすごい良かったっていう表現がなんかもう違う気がするんですけど、レンさんとマコさんってまあ両極端な性格ではあるんですけど、不思議なことになんかこうまあまあ、マコさんが、まあ、ちょっとこう、なんかこう、質問を受けて返すのに、ちょっとこう、うまく整理ができないような時とかに、レンさんがこう、助け舟を出して、話を整理して返してあげるっていうような、こう、アシストをやったりしてる中で、逆に、レンさんが、なんかこう質問受けてるのに、なんか別のこと考えてて、なんかなんだっけみたいな話になった時に、マコさんが話を整理してレンさんにこういうことを聞いてるんだよって振ってるのを見て、なんかこう同じアシストなのになんかこの形が違う感じが、なんかすごいコンビとして面白いなみたいな、この二人っていうのが結構コンビネーションですね。そっかそっか、さすがよく観察されてますよね。初めてですね、そういう風にね、なんかこう言われたのね、こういうのがなんかこううまく表なんか僕が見てて面白かったんで、こういうのを表現、なんかりなちゃんと表現できればいいなっていうのはなんかすごいあったりとかしたんです。あー、なるほど。なんでなんかこうレンさんって、いや、レンさんだけに限らず、この2人で、レンさんとマコさんで見ると本当になんか面白いし、なんか理想的なコンビだなって思いながらこう。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。楽しいですね。
なんかでもそういうふうにお互い分かり合えてるのっていいなっていうのはあったりしました、本当バランスって大事ですもんね、陰と陽じゃないですけど、陰と陽も全然、180度違うけど、バランスっていう意味ではちょうどなんか一つのね、あれですよね、丸い部分があってこっちにこう線があってみたいな感じ、右の線と左の線と、この右の線が30度傾くと左の線も30度傾くみたいな感じ、今ラジオ聞いてる方は分かりますねそんな感じそうなんです、いやだけど本当僕の役なので、うまきさんが改めて、あ、僕の役なんだ、今思いました。なんかこう不思議な感覚しません？なんか自分の役をしてくださってるんだっていう、なんか。いや、不思議はないんですけど。不思議はなかった。不思議はないんですけど、自分の役やってまあだけど、本当いろんな形で人と人は出会うんですけど、出会うってことは奇跡だよねっていうタイトルで集まる人たちもまた美しいバランスっていうかあれでしたね、本当に奇跡です、もう撮影終了日の次の日から奇跡がどんどん起きてます。なんか不思議ですね、ミラクル。これは運気がいいとか悪いとかは別のジャンルのような気がしますね。多分行動があって結果が出るので、人はみんなですね、そのなんか最もなんか崇高な考え方のもとで行われた行動で生まれたような結果が来るような予感がしてますね、今何言ってるのかよくわからなかった楽しみですね、どんなことが待ってるのか、そうですね、本当でこれから、マークさんは、どんな風なこう活動をやっていきたいなっていうのありますか？そうですね、僕は、一応今後映像を中心に俳優活動を続けていきたいなっていうふうに、そのためにやっぱりこう今、いろいろ動いてますし、また眞子さんがいい振りをしてくださいまして、実は私映画革命ひなみという団体があるんですけども、そちらの方でズームで作品を撮るっていう作品があるんですけど、そこの方に出させていただきまして、ありがとうございます。そちらの方に、実は YouTube の方で予告編が実は完成して、今もう公開されてるんですけど、こちらですね。こちらですね。はい、こちら、このラジオは YouTube にもなるので、こちらですね。後から送ってください。後から送ってください。わかりました。ちょっと、あれですね、楽しみですね。はい、私の鰻木武文という名前のツイッター検索してくれれば、予告編、見越したので、そうですね。待ちきれんという。いや、鰻木さん、なんか楽しくて時間がもうなくなってしまって、あれにもどうしようかな、とりあえず対談を終わらせましょうか。はい。じゃあ、皆さん、鰻木武文さんでした。よろしくお願いします。検索してください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、何
しに誓うよ明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね空にたくさん、悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて、二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ、虹の空に誓うよ夢を抱き、どんな時も信じてる。